宇宙暦799年、帝国暦490年2月7日、進撃する同盟軍に帝国軍の位置に関する情報が最初にもたらされたのは12時40分のことであった。帝国軍、ナンテマリオ聖域に侵入しつつあり。総数10万隻以上、五個艦隊が縦列に展開しつつ第二惑星への軌道をかすめる形で同聖域を通過する模様。帝国軍の陣形から見て、その狙いはいわゆる総統の蛇ではありませんか。だとすれば中央突破を図るのは敵の思うつぼ、危険が大きすぎると召喚には思われます。おそらく、いや疑いなく機関の言う通りだ。だがもはや他に取るべき戦法はない。敵の陣形を逆用して中央を突破し各個に撃破するしかあるまい。おっしゃる通りです。それにしてもローエングラム校は天才の名に恥じませんな。常に我々の先手を取り、戦略的に追い詰めてから実戦を仕掛けてくるのですから。だからヤン・ウェンリーなどが彼の天才を高く評価するんじゃ。知っとるかね、スール少佐。わしはヤンから聞いたことがある。自分が帝国に生まれておったら喜んで彼の旗のもとへ駆けつけたろうとな。それは少し危険な発言ではありませんか。どうしてかね。わしも全く同感じゃよ。この通りの老いぼれで大して才能もないから、先方が使ってくれるとは限らんがな。